へえ、まだ泉州に残ってるのね。そうね自分で言ってみなさい。もう関わり合いになりたくなかったとしても直接会ってはっきりさせた方がいいわよ。そのメッセージを見る限り彼女は本当にあんたの助けを必要としてるみたいだしね。請求列車の一員としてあんたが性格ハンターと関わるのはごめんだけれど、今までのことから考えると彼女は少なくとも深い関わりがあるあんたには悪意を抱いていないように見える。何よりもし私なら危機に直面して誰かに助けを求めた時、その相手が目の前に現れるのを強く思うでしょうね。だからあんたの思う通りにしなさい。きっとカフカはあんたを傷つけたりなんかしないわ。カフカとジンがまだ泉州にいる？ケーゲン将軍は彼らを見逃すことをほのめかしたが、それはあの場限りのことだ。確か泉州はカフカの指名手配を取り消してはいるが、ジンはまだ重罪人だったはずだ。正直に言えば性格ハンターの考えなど俺には理解できない。特にカフカはな。しかし俺の直感が告げているんだが、彼女は君に危害を加えるようなことはしないだろう。だからもし彼女が本当に厄介事に直面しているのなら会いに行った方がいい。まだ早いし、どこかへ行く？Thank you.
大牧師に隠れてるんだ。大胆すぎる。だ。全員死刑。騒ぎを起こしたくはない。落ち着いて。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。この近くのはず。来てくれると思ってたわ。彼が性格ハンターのジン。カフカは彼が魔音の身に苦しめられていると言っていた。闘志は消えない。立ちなさい。盛り上がってるじゃん。乗ってる。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。全員死刑。落ち着いて。ダンス、戦闘準備。この曲はあんたに。もっと。矢はつがえた。天を突く。私が守る。盛り上がってるじゃん。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。もしエリオのような目を持っていたら、この世界は今私と君が見ているような姿じゃないんでしょうね。無数の可能性が折り重なり、
異なる選択が引き起こす結果を表している。そして一瞬ごとに無数の選択が同じ点に収束し、現在となり過去となる。これが君の選択？私の頼みに応え助けてくれること？そう？ならどうしたら決心してくれるのかしら。私を拒絶したいと思っているなら、今この瞬間君はどうしてここにいるの？私たちはみんな運命の奴隷だもの。運命と呼ばれるものは見えないし触れない。でもそれは崩落し収束した全ての現在と過去のように確実なものよ。君は私の呼びかけに応じここに来てくれた。たくさんの選択肢があったとしても、そのどれもが君を今この場所に導いた。なのに君は私が本当に助けを求めていることを知りながらもためらっている。どうして？でもそれはもう教えたでしょ。わかったわ。それなら一旦この選択だけを保留にすればいい。ねえ、君は残ってくれる？私のために。じゃあ君にまた同じ質問をすることになるわ。別にしつこくしたいわけじゃない。ただこの広く見える世界に本当の選択なんて存在しないし、意味もないって知っているだけよ。私が君を止める理由は理解しているはずよ。もしここから離れれば、この後の物語は本当に君の未来から消え去り、変えられない過去になってしまう。後悔するチャンスさえなくなるのよ。何を意固地になっているの？選択する権利かしら？それともただ反抗しているだけ？まだ分かってないのね。その反抗する権利ですら決められた可能性の中で強固に制限されているのよ。考えを変えてくれるって分かっていたわ。ありがとう。この選手で頼れるのは君しかいなかったの。魔音の実、それは逃れることのできない長命種の宿命で、折り重なる感情と記憶が引き起こす狂気の病なの。ジンはほとんどのことを忘れてしまったのに、魔音の実は依然として何らかの形で彼を苦しめているわ。先週に来てから魔音の実の発作はとてもひどくて、一時期は私の言霊でも抑えられないほどだったの。こんな状態では生還旅行をすることなんてできない。だから私は言霊で魔音の実の影響を弱め、しばらく封印しようと思ってる。でも言霊を維持している間は他のことに気を回せないから、君に森役をお願いしたいの。ジンを抑えている間、私を守ってちょうだい。私はいつ危機が訪れるのか、どんな危機なのかも知っている。だから心配しないで。私たちが協力すれば必ず難関を越えられるわ。その上、君が何らかの被害を被ることもない。
今近くをうろついているモンスターがいるんだけど、そのまま放っておくと面倒なことになる。やっつけてもらってもいいかしら。君は必ず勝つわ。消えない。落ち着いて。準備。落ち着いて。天を突く。全員死去。私が守る。立ちなさい。彼が性格ハンターのジン。目を開けたら君の姿が見えるなんて久しぶりの体験ね。そんなにすぐには終わらないわ。ジンの現実を感じる機能は私によって強制的に断たれたわ。今の彼は私の声しか聞こえず、私が触れたもの以外は何も感じない。そして私はこれから彼の意志を先週から遠ざけ、将軍、慶竜、王政と君のお友達の炭鉱君を忘れさせるつもりよ。この過程も同じく邪魔が入っちゃダメなの。でも始める前に君の質問に答えることはできる。助けてもらうんだもの、お礼としてね。私に聞きたいことはない？私は君を眠らせたのに再び呼び起こした。ヘルタで放置したのに今度は選手へと誘い出した。多くの説明を省いているけど、知りたいと思わないの？急がないで。時間はまだあるわ。
まずは考えてみてから戻ってくればいい。でも普通に答えるなんてあまりにも退屈よね。嘘か誠かゲームをするのはどうかしら。これは私が銀狼とよく遊んでいるゲームで、心理戦みたいな要素があるの。二人で交互に質問するんだけど、嘘をついてもいいのよ。でも答えは必ず一つの真実と一つの嘘でなければならない。つまり私が答える内容のうち一つは真実で一つは嘘ってことよ。でもどれが真実でどれが嘘かは質問をした人が自分で判断する必要があるわ。でも無限に時間があるわけじゃないから2回だけ遊びましょう。私は2つ質問したいことがあるから、君の質問にも2つだけ答えてあげる。忘れないで、一つの真実と一つの嘘よ。誓うわ、必ず一つの真実と一つの嘘というルールを守るってね。お手本としてまずは私から質問するわね。緊張しなくていいのよ。一つ目の質問は緊張するような内容じゃないから、ただ真実と嘘で答えればいいの。このゲームの面白さは二つ目の質問の時に現れる。一つ目の質問をするわね。君は私をどう思っているの？はあ、私がカフカをどう思っている？どう答えればいいんだろう。もし本当のことを答えたら次は嘘をつく必要がある。逆もまた同じだよね。もしくはルールを破る。本当に破っていいの？やっぱり本当のことを答えよう。ほら、こんな感じよ。簡単でしょ。君は自分の考えを隠すのが本当に上手ね。一旦ゲームを中止しましょう。来たわ。彼らを追い払ってちょうだい。無駄よ。君がどうやっても衝突は避けられない。これが運命なの。彼が性格ハンターのジン。
吸するその感覚おぶ面白い大丈夫立ちなさい盛り上がってるじゃんもういった闘志は消えないチェックメイトフフ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 決まったことは必ず起こるの。今の衝突は避けられなかった。なぜなら、他の可能性が存在しないからよ。私の言霊はまだ駆け終わっていない。でもその前に、もう一回だけならゲームをすることができるわ。質問はもう考えたかしら？考え終わったら来て。それまで待ってあげるから。嘘か誠かゲームを再開しましょう。君の番よ。質問は2つだけ。カフカは片方だけ本当のことを答え、もう片方は嘘をつく。でも私はカフカがどの質問に答えるときに嘘をつくのかわからない。何について質問しよう。宇宙ステーションで目覚めた時、私はカフカのことを覚えていた。でもそれ以外の記憶は曖昧だった。私自身について質問するべきかな。君は性格を身に宿すために生まれた人造人間よ。誕生した時から君は宇宙ステーションヘルタの性格を受け入れる運命にあったの。私の役割はそれまで君を守り、常識と戦闘のテクニックを教えること。君が覚えていないのはヘルタ計画を実行する前に私が忘れさせたからよ。何を言っててもちゃんと考えがあるように聞こえる。本当なのか嘘なのかわからない。君の表情から読み取れるわ。その質問はダメよ。本当か嘘かを教えることはできない。思う存分推測をして答えを胸に抱いて次の質問を選ぶ。これこそが嘘か誠かゲームの楽しいところよ。君の次の質問が面白いことを期待しているわ。このゲームのルールは現実と同じよ。私たちはみんな自分に無限の可能性があると思っている。でもよく考えてみたら本当の可能性はごくわずかで、どの質問と答えも過去の選択に固く縛られている。未来はまるで迷宮のようで、多くの分かれ道は誘導に過ぎない。本当の道は一つしかないの。ただの比喩よ。信じられないのなら試してみるといいわ。もうすぐもう一度戦闘が発生する。君はこの可能性を変えられるかしら。
今何者だ。落ち着いて。立ちなさい。こっからが本番だよ。乗ってる？自分の意志で結末にたどり着いてみせる。でも未来に起きることは依然としてはっきりしている。本当の試練はこの後にやってくるわ。若い運気軍の剣士は手強い敵よ。でもその前に嘘か誠かゲームの続きをしましょう。また私の番ね。二つ目の質問よ。君はまた私に会いたいと思う？会いたいかどうか、どういう質問なの？彼女が一番答えを分かっているはずなのに。答えは当然。嫌だ。もうこの人とは関わりたくない。だから私の答えは、いいでしょう。私の質問はこれで終わりよ。驚いたわ。まさか君を見透かすことができないなんて。どうかしら。どの答えが君の本音なのかわからないもの。君、変わったわね。まるで知らない人みたい。
さ、次は君が質問する番よ。準備ができたら私を探しに来てちょうだい。君の質問はこれで最後よ。私に思わぬ驚きをもたらしてちょうだい。前の質問でカフカが嘘をついていたかどうかはわからないけど、確定していることがある。今回彼女はルールを守って答えるしかない。思い切って全く新しい質問をするのはどうかな。カフカは驚きを期待している。ならこの質問をしてみよう。決まっているわ。性格ハンター。せっかく将軍様が慈悲の心で逃がしてあげたのに、君たちは恩知らずなんだね。あれ、どうして性格ハンターと一緒に？この子は私の言霊に操られているのよ。私の暗示は異変に気づかせずに他人を操ることができるの。ねえ、あの少年を倒してちょうだい。それで君の任務は終わりよ。この下道め。逆風に負けないで天を突く。風が吹き、この一矢で十分。全員死刑。素晴らしい時。さようなら。己を解き放つ。反抗平等霊落よっ。さあ行け。大したことないわ。落ち着いて。もういいだ。呼吸するその感覚覚えてくれ。悪を払う。ランス、戦闘準備。ないわ。これはどう？矢はつがえた。期待に応えられなかった。もし君がいなかったら、私とジンはさっきあの子に捕らえられて優秀国に入れられていたわ。サムと銀狼が私たちを助け出してくれるけど、ジンはひどい怪我を負うことになるでしょうね。その上、私たちと泉州の関係はもっと悪化するはず。できればそんな未来は避けたいと思ったの。もう行ってもいいか。ええ、一時的に魔音の実を抑制できたわ。あまり強い刺激を受けず、知っている人にも会わなければ問題はないはずよ。待って、私と一緒に来ないの？すまない、カフカ。一人だけ
人だけたくさん世話になった人がいるんだ。その人に会いに行かねば。それなら好きにすればいいわ。どうせこの後のことについてエリオは何も言っていないもの。助けに来てくれて本当にありがとう。また会いましょう。お前のことは覚えている。お前は以前カフカに付き従っていた。違うか。いつだったかあの女がある任務をこなしていた時にお前がそばにいた。覚えているぞ。あの女と共にいてあんなに長く生きながらえたのはお前が初めてだ。どの性格ハンターもエリオと取引をしている。他の奴の取引内容など知らないが、カフカが俺と同じようにエリオに使われていることを考えると、その望みは並大抵のものではないだろう。あの女が行ったこと全てには大きな代償が伴っている。きっとお前を生かすために様々なことをしたはずだ、小娘。まだ早いし、どこかへ行く？リスナーの皆様、こんばんは。スターピースラジオの時間がやってまいりました。こんばんは。スターピースラジオへようこそ。まずは今日の主な内容をご紹介します。凍てついた世界、ヤリーロ6から再び通信信号が届きました。星の先住民が生存している可能性があります。薬剤前衛がシグマ3星系に警告を発しました。当該地域で悪性シリコンバクテリアが広がる可能性があるそうです。博識学会の武装考古学派がヘルライ星で微小星系を発見しました。関連プロジェクトは現在も進められています。ホルシュタインの大沈黙を発生させた犯人は焼却人であることが判明しました。巡回レンジャーが盗まれた記憶の行方を追っているとのことです。これよりニュースの詳細をお伝えいたします。まずはヤリーロ6に関する話題です。スターピース電機ヤリーロ店の販売員によると、数日前に700年もの間氷に覆われていたヤリーロ6から再び通信信号が届いたそうです。カンパニーはこの通信信号を非常に重視しており、すぐにさらなる解析を行いました。信号によればヤリーロ6の先住民は琥珀期前に起きた大災害を乗り越え生き延び、
七死人たちの助けのもと大寒波を終わらせたとのことです。現在カンパニーは関係者を派遣しヤリーロ6の現状を調査しています。生存者たちが一刻も早く孫悟の運命に戻れることを祈っております。先日薬剤前衛がスターピースカンパニーに対して間もなく訪れる災害について警告を行いました。当該派閥のメンバーはシグマ3政権に警告を発するようカンパニーに依頼しました。モリス2政権で広く蔓延している悪性シリコンバクテリアが当該政区にも伝播する可能性があるそうです。博識学会の専門家によると、この悪性細菌は激しい生化学反応によって大部分のケイ酸塩及びケイ素化合物内のケイ素原子を分離させ自己複製に使用することができるとのことです。その過程でこの細菌は腐食性の強い生物膜を分泌するため、適切に処理しなければ人体や財産に深刻な脅威をもたらします。スターピースカンパニーは当該政権の機械生命体の指導者に人体や財産の安全を確保するため早急に対応策を検討し、病気のさらなる蔓延を抑制しなければならないと呼びかけました。博識学会の武装考古学派の幹部は先日の記者会見で、ヘルライ星分隊が星の南回帰線に位置する洞窟で微小星系を発見したことを明らかにしました。発表によると、現地の山脈で葉っぱ作業を行っていた分隊が山の中で容器のような建築を偶然発見したそうです。調査の結果、虚数亜空間の存在が確認され、その機能を確信したと会見では語られていました。ヘルライ星分隊の隊長は、亜空間の正体は微小星系で、その人工星系の中には人が住んでいる可能性が高いとカンパニーに報告しています。現在ヘルライ星分隊はさらに関連プロジェクトを進めており、空間にいる住民とコンタクトを取ろうとしています。琥珀2157機に発生したホルシュタインの大沈黙、匿名の巡回レンジャーは焼却人が犯人だと主張しています。信頼できる情報によると、容疑者はある特殊な手段を用い、ホルシュタイン星系の全住民の言語に関する記憶を全て盗んだそうです。言語の記憶を失ったホルシュタインの住人、彼らが言葉を忘れてしまった結果、今日に至る星系にまで広がる沈黙が生まれました。現在スターピースカンパニーの協力によって、彼らは文字による共通言語でシンプルなコミュニケーションを取れるようになっています。今回のラジオは以上となります。次回のスターピースラジオもお楽しみに。本日もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
リスナーの皆様、こんばんは。スターピースラジオの時間がやってまいりました。こんばんは。スターピースラジオへようこそ。まずは今日の主な内容をご紹介します。凍てついた世界、ヤリーロ6から再び通信信号が届きました。星の先住民が生存している可能性があります。厄災前衛がシグマ3世紀